1月の初めから6月の間に東京、大阪、焼け野原、京の都を後にして疎開するなら広島へっていうチラシが伝端っていうんですか、パターッと人間のように落ちてきましたよ。でそれを拾ったら憲兵にやられるから私はポケットの中に入れてたんですよ。それからそういうチラシが出て人がどん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 入ってきましたよ。で広島日中が250名が400名に膨らんで毎日入試ですよね。それで原爆でいっぺんに1年生はその場で亡くなったんですね。ご自宅も日中の近く、近くで父が学徒動員の配分をやってましたから、それでちょうどあそこの原爆ドームのところへ1年生を生かしたのが全部死んだんですよ。それから8月6日になりまして朝8時顔を洗っていざ出発という時に15分ですね、15分の前13分にゲートルを巻いたんですよ。これ立ったらちょっと突っ張ったもんだからもう一回座って15分に目の前に爆弾が落ちてピカーと、これがあっと思った瞬間で針が下へ落ちたりして私失神しちゃいました。ゲートルを普通にして立ったでも出て死んでましたね。それを玄関で家が守ってくれて、ね、そのために助かったんですね。出てみたら家がもう傾く寸前だったから、はあ、この家がヘルメットの家を私は守ってくれたんだなと思って、それで父はだからちょっともともたもたしてたもんだが何分ぐらいして私を起こしたのか、まあ2、30分経ってだろうと思うんですが気がついて這い出るように出てみたらもう額がもう目の玉の下がったのやらここが剥げたのやら胃袋を抱えたのが胃が出た飛び出たりしたもんですから何が起きたんだろうと、もうそれからちょっと極限状態になりましたね。うちの前がね観音川があったもんですからその川の方へどん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 流れていくんですよ。でしばらくしたらその列がなくなったら小さい子供たちがみんな踏みつけられてました。夕方父は帰ってきました。それでしょんぼりして全滅さーって言ってで畳の上実はゴロ寝ですよ。そしたらもう朝昼までは真っ黒の焼けた火の粉がねもうやがて落ちてきましてね、これでくすくすくすぶってるけど空は真っ青な星が青いだら見てましたよ。それで朝目が覚めたら父はもういなかったんですというのはまたそのお仕事の方へ探しに行ったんですね。原爆記念館のそばです。それで私も後を追っていくときにその消せない記憶が物語になって出たんですよ。川沿いを歩いたらテントがあったし救助用のテントが、それでどのこれドラム缶に牛乳のようなものをお医者さんが塗ってあとはピンセットでガラスを抜いたんですよ。それからウジ虫を、で私はそれを見て私は薬をつけてもらう必要ないと思いましてね、歩き出したら足を引っ張るんですよ。それ力が強いですね。水をちょうだい、水ください、水ください。そしたらエプロンした看護師さんだろうと思います。水をあげちゃダメだよ、死んじゃうからねって言われたもんだから、あそうですかと言ってしばらく行って
あまた言われるもんだが、こう左を組んで、左を組んでね、そしてこう持ち上げてね、それで水筒の水、貴重な水だから少しこうして上げたら、ここは潤みますよね。それでグッと飲みになったら、ありがとうって必ず死ぬ人はありがとう言いますね。それで味を覚えたんじゃないけれども、とにかくもうその人の亡くなって倒れてもだえてる間の合間を足をこう忍ばすようにして遺体も踏んでますよ。それで下を見たら畑の方ではつる橋で、地方からお見えになった方が一つの山にしてるんですよ。ああと思って川を見たらもう真っ赤な血でみんな浮いて子供を下にしてるんですね。だから抱っこして下に殺すんじゃなくしてかばったんですね。そういう光景を嫌というほど見て、ゆっくりこう歩いていきましたら、足をあっちこっちやって捕まえてるもんだから、もういいと思ってね、まあいい方に解釈というか、これが死ね水だなと思って上げ出したら、50人60人水筒の水がなくなったから、見たら土手の向こう水道管があって、ちょろちょろちょろっと出るんですよ。それがちょろちょろっと出てるの待って、いっぱいにしてまた栓をして、150人か60人私はあの世へ生かしたんじゃないかと思うんですよ。いや亡くなる時には重くなるんですよ、こうやっててもここが。で、ああ亡くなったなと思ってそっと置いてね、あと続きますから頑張ってねっていうのがしか言葉がないです。で、私はそういう約束をしたし、それから今でいう安楽死をさせちゃったし、今更この平和の世の中ではボケ平和だから罰無だなんて言われたらいけないから、消せない記憶としてどうぞ文に綴ったわけです。だからテレビで水をあげなかったの、なぜ水をあげなかったのかいうのがよく心に残ると言われてますね。だから私それ聞いて、私のもいいことじゃないけれども、まあ50人以上の人数えてないけど、あの水筒の水でほんの一滴だけで歯がむけたような人には口移ししましたよ。もう極限状態だから今で言ったら人信じませんよ。そしたらみんなありがとうって手を握りしめ、ここへこうするでしょ、そうするとね、ここへ落ちてくるんですよ。何かといったら魚を焼いた時の半焦げの皮がお筋になってくるんですよ。毛も一緒になって払っても払っても、いまだにここが酒飲むと反転が出ますよ。だからまあ今で見たら伊藤さんこれいいことしたんでしょうか、いまだに僕も分かんないんですよ。まあとにかく座って安楽死をさせてあげた。それは絶対良いことをですかね、して差し上げたんですね。でもね、今で言うと殺人ですよね。